浜田町は伊勢国三十軍にあった日本の城。文明2年、この地を治める田原忠秀によって築かれた。田原氏はもともと上野国赤堀省に住んでいたが、大英年間に田原影信が伊勢に移り、四日市の赤堀に城を構えたとされる。影信は長男の清州を破熱に、次男の秀宗を赤堀に、そして三男の忠秀を浜田に配して、 これを赤堀さん加と称した。忠秀は浜田城の西方にあった東海道を海に近い東に移して交通の便を図った。また市場の整備を行ったのも彼の頃で四日市という地名も忠秀の頃に生まれた名前と言われる。伊勢軍記によると忠秀の二代後の田原元綱の時織田信長の家臣滝川一益に攻められ落城。 元綱は内死にしたが、この田原茂綱は城を脱出し、織田信夫に属していたが、天正十二年の小牧、長久手の戦いで内死にし、田原家は滅んだとされる。四日市市教育委員会によると、この浜田城落城は天正三年のことで、その際に浜田城は廃城された。また、勢い軍記によると、小牧、長久手の戦いの時、滝川武尻が、 松ヶ島城を開城した後、浜田城に移って牢城したとされる。現在城跡は、茶室、室山を備えた宇野森公園となっており、公園内の宇野森神社には、ただひで四代の霊が祀られている。神社の周囲に土塁が残っている。また、同神社南側の池は、かつての浜田城の堀の一部である。周囲が、市街地化しており、現状では、宇野森神社周辺に、 土類の一部が現存しているに過ぎず、当時の城の詳細は不明である。ありがとうございます。